東洋町駅は東京都江東区東洋4丁目にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T14。東西線の快速は東駅と西船橋駅の間で快速運転を行う。中柱のある相対式ホーム2面2線を有する地下駅。改良工事により従来3.5メートルだったホームの一部を最大7.25メートルとし、 エスカレーターとエレベーターが設置された。エスカレーターは各ホームとコンコースを連絡するほか、南砂町寄りの出入り口にも設置されている。エレベーターは各ホームと木場寄りのコンコースを連絡している。また、木場寄りの改札口と一番出入り口を連絡するエレベーターも設置されている。駅の牙場側はすぐに、 単線シールドトンネルとなっているため A 線と B 線の間隔がやや開いている。また南砂町側には一本列車を留置できるようになっている。南砂町からの B 線列車は一部列車を除いて一度分岐器の分岐側を通って到着する。深川車両基地への入出庫があるため当駅が始発終点となる電車が設定されている。トイレは 西改札構内と2番線ホーム南砂町側にある。いずれも多機能トイレを併設している。年々の利用客増加により、西船橋方面のホーム会に改札を設置し、エレベーターで地上へ出る出入り口が新たに深川郵便局敷地内に設置されることになった。2013年12月に着工し、2015年6月に供用開始予定であったが、 2016年3月末に共用開始した。当駅は浦安駅、勤とむ区東洋町地域として近隣の駅を管理している。2015年6月2日から向かいアミノル作曲の発車メロディを使用している。曲は1番線がエー d インザメトロ、2番線がビヨンドザメトロポリスである。 2019年度の1日平均乗降人員は122,629人であり、東京メトロ全130駅中27位、東西線の駅では中野駅に次に多く、23駅中、第9位。2002年度に銀座線虎ノモニ駅を上回り、東京メトロ全駅中、他の路線への乗り換えがない単独駅としては、最も多い。また、 東西線の利用者数は乗り換え駅である門前、中町駅よりも多い。近年の1日平均条項、乗車人員推移は、下表の通りである。2000年3月から2003年9月まで、テレビ朝日新本社の試行業者であった、竹中工務店が、自社施設をテレビ朝日に課し、六本木局舎の建て替えに伴う仮設局舎として、東洋町放送センターを開設していた。 最寄り駅は東駅と南砂町駅だった。最寄りのバス停留所は、永代通り及び四つ目通りにある東洋町駅前となる。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局、東京空港交通により運行されている。ありがとうございます。